真夏とかは葉っぱが生い茂って日陰を作ってくれるんだけれども、冬とかになると落葉してくれて太陽の光を入れてあげる。植物の配置だったりとか品種っていうのも考えることがすごく大事。絶対に家作りで後悔してない、どうも外交デザイナーの宮です。宮さん、いつから家作りに外交じゃなくてね家のことも話してるから、そうですよね、いいかなと思って、ちなみに今日は家に関して話触れていきたいんですけど、はい、実際間取りって皆さん気にします？結構します、もちろん、外交でも間取りってあるかなって思うんですけど、実際なんか注意した方がいいポイントって何かありますか？結構たくさんあるね。外交って、一概に外交の間取りだけじゃなくて、家の中とも絡めて提案させてもらうことが多いから、必ずね、家の中と外セットで考えないと、できた時に思ったときに違ったとか、もっとこんな理想のね、インスタとかで見てる素敵な風景が見れると思ってたのに違うものができてしまうとかね、よくあるから、これは本当に要注意ですね。そうなんですよ。結構僕も住宅の会社のチャンネルとかよく見るんですけど、基本的にいいことしか言わないじゃないですか。もちろん実際それってどうですか？本当はね、やっぱ後悔してる家も多いし、もちろんいいものはいいんだけれども、もっとこうすれば良くなるのにみたいなの本当たくさんあるから、いいことばっかり聞いてても正直信用できないんで、今人気の平屋とかあるじゃないですか、その辺も踏まえて教えてほしいです。あ、わかりました。じゃあぶっちゃけね、ぶっちゃけトークで、お願いします。なので今回は最悪な平屋の間取り7選とおしゃれになるコツをお話ししていきたいと思っております。住宅を検討中の方だったり、外交工事をね検討中の方、皆さんに見てほしい動画となっております。特にね、今回平屋についてお話しさせていただきますので、平屋気になっている方必見です。ちなみに皆さん、家の間取りを決めるにあたって、正直どういったところを重点に考えていったらいいんですか？僕が結構気にするのはリビングとかでね、皆さん過ごすこと多いじゃん。だからリビングのよくいるポジション、例えば奥様だったらキッチンに立った時からの窓の景色とか、あ、大事ですね。そう、ソファーがあってテレビが前にあるじゃん、そこからね、視野のちょっと横、ずれたところから見える景色とかに植物を置いたりとか、一番よく座るいるポジションからの景色っていうのを考えるのが大事かも、窓のこと。今お話したのは景色的な景観の話をしたけど、機能面の話をするとめちゃめちゃ分かりやすいのが、お風呂の窓とかさ、覗かれたくないからそこに目隠しを置くとか、それすごく分かりやすいじゃん。もっと景観的な話をすると、窓から見える植物、ここも大事だから、この辺りはデザイン的には意識してほしいです。確かに生活してる中でやっぱ、外から見られたくないってやっぱあるじゃないですか。そのためになんか目隠しとかあるんで、そういうのも詳しく知りたいです。わかりました。はい、ではまず1戦目、家具の配置。家具の配置ってこれ大事なんですか？大事だね。どの辺がですか？まあ、家具っていうといろいろあるじゃん、タンスとかいろいろあると思うんだけど、今回言うのはソファーとかテレビ、さっき言ったこの辺りは結構考えてほしいかな。どういったところを具体的に考えたらいいんですか？さっきもちょっとお話しちゃったんだけど、テレビの位置とかって大体みんな決まってくるじゃんね。広い壁の面があって、隣に大体窓があったりするケースがある、ってなった時にやっぱりこう横目に窓があって、ソファーがあってテレビがあると思うんだけれども、座った時に植物が見えるように配置をする。だからちゃんとね、机とソファーがあります、横にね窓とかもしっかり設けてほしい。それもちっちゃいんじゃなくて大きめの方がいいかもしれない。断熱とかを気にする方は窓はそんな大きくない方がとかいろいろあると思うんだけれども、やっぱり窓は大きい方が外のと調和とかを取りやすい、タイルテラスとか、大きい植物とライトアップとかね、やっぱり外を見せるっていう、ここに力を入れたい方は、やっぱり庭との景観とかつながりを意識して大きい窓は取り入れてほしいです。確かに生活する上で外の景観ってすごい見ますもんね。結構見るよね。具体的にパッと説明いただいたんですけど、なんか図面とかでよく見たりするんですけど、気をつけた方がいいよとかってありますか？あるね。その家具の配置でいうと、ありますね。実際にあった例でお話をすると、僕結構こだわったとか意識したのは、壁線で使った現場とか。壁線って何ですか？滝みたいなの出てくる現場。そんな現場あるんですか？ある。そういった時はやっぱり家の中のリビングから見た窓の正面とかにこう滝が見えるとか、そういう意識をしたりとか、よくあるのは植物。やっぱりあの窓から見て座った時に、さっき言った紅葉が綺麗な植物、例えばイロハモミジとか、山帽子とかでもいいんだけれども、四季を感じれる植物を窓の外に置いたりして楽しむっていうのも大事かもしれない。これ実際に僕の家もそうなんだけど、窓を開けたら植物があって、下にライトアップ、照明があって、夜夜景が綺麗みたいな演出をしたりもすることもある。実際にあった例でちょっと図面で見ながらちょっとお話をしようかなと思うんだけど、お願いします。これがさっき言った壁線の現場、こちらになります。こんな感じでリビングの大きい窓があって、正面にね壁を立ち上げて滝の水が出てるみたいな、今回
壁線っていう水で例えたんだけれども、こういう形じゃなくて植物とかでもさっき言ったように全然大丈夫。だから窓の前に何か植物を入れたりしてちゃんとね季節感を感じる、中からの景観を意識するってことがすごく大事、うん、逆にこんな間取りはダメだよみたいなあったりします？あ、ダメだよちょっと言いづらいけど、はい、今時あんまないと思うけど、うん、やっぱり窓が少ないというかね、外光との調和は取りづらいかもしれない、もちろんそれで家としては成立するし断熱性も良くなるかもしれないんだけど、はい、景観とかいうことを考えると外光屋としてはやっぱりつながりっていうのを意識して、うん、窓はちょっと大きめにしておいてほしいかなと思います、この図面で言うと窓がちっちゃいと難しいかなってことです、ね、もちろんです、うんうん、今回こういったイメージで考えたけど、はい、家具とかでもいいかも。家具いいんですか、どういうことかというと今壁線とか植物で例えたけど、はい、逆にシンプルにウッドで広くしたりとか、タイルテラスを広くしておしゃれな家具ファニチャーを窓から見るところに置くだけで絵になるかもね。だから外光とか植物でどうこうじゃなくて家のインテリアと一緒でおしゃれな家具って見せたりするじゃん家の中って。外光っていうところにこだわりすぎずにそういったアイテムでこだわってもおしゃれには演出できるかもしれないです、はい。2戦目、軒ゼロ。軒ゼロって何ですか、ちなみに。これ外交じゃなくてちょっと家の話になっちゃうんだけれども、はい、家の軒、職人社長と前回コラボさせてもらった時にちらっとお話が出たと思うんだけれども、やっぱり今ね軒が少ない家が流行ってる。なんでですか？やっぱりコスト的に安いみたいだね、業者側にメリットがあるんですかみたいな話はしてた、ね、はい、その辺はちょっと動画見ていただいたら詳しく話はしてると思うんだけれども、はい、軒が少ない方が費用的にも安いし、住宅会社側に結構メリットがあるみたいですね、割高になったりとか、いろいろあるみたいなんですけど、はい、お客さん側目線の話をするとやっぱり軒が短い方が表面上の金額安くなるかもしれないんだけど、意外とデメリットもありますっていうの、外交との調和を図るときに、家まで濡れたくない人が結構多いです。確かに外出た時に塗るの嫌ですね。そうだから軒を広くすれば、はい、カーポートとかとかぶせて、家の駐車場から濡れないように家の中に入ったりとか。最高ですね。そう、そういう動線は作りやすい。ああいいですね。あと家の軒がある方が僕は重厚感があると思うから、結構重厚感出すっていうところでも軒は大きい方がかっこいいと思います。平屋とかって結構軒出てるイメージありますね、平屋では軒がね少ないとやっぱかっこ悪いよね平屋は軒は必須、必須。結構ダサいですか？ダサいと思うよ大きい方がかっこいい。 あとねちょっと補足でいろいろ話をすると、はい、やっぱ軒がある方が雨とかかかりにくいから、外壁の劣化も防げる。これ外光も家もそうだと思うんだけど、雨風に当たって劣化をしていくことが一般的、日にも当たるしね、だから軒がある方が日陰にもなるし雨よけにもなるから、当然外壁の劣化っていうのを抑えれるから、やっぱり塗り替える費用とかメンテナンスを考えると軒型が絶対に。他にもなんか具体的に設備でなんか劣化これありえそうみたいなのあったりしますか？ウッドデッキとか。当然ウッドデッキって窓につなげて作るじゃん、はい、ってなった時にやっぱり軒が少ないと雨に当たるよね、はい、当然、はいはい、雨に当たらない方がやっぱり長持ちはする。人工だったら壊れないじゃんとか劣化しないじゃんと思う方いるかもしれないけど、やっぱり雨に当たった方が汚れたりもするし、反りやすくなったりとかもあるから、絶対的に軒はあった方がそのあたり防げる。結構軒大事ですね。大事だ。他の設備も守るために結構必要ですね、そう。ちょっと守ってあげることが大事なんで、軒があるメリットデメリットというのがありますので気をつけてみてください。3戦目、薄暗い平屋。これは中の話だけど、はい、窓が少なくなったりすると、やっぱ日差し入らないじゃん、でもやっぱ中のこう感じも暗くなっちゃうから、太陽光っていうのをしっかり入れてもらった方が中が明るくなる。やっぱ明るい方が温かみもあるし、家の中も暖かいんで、こっちの方が僕はいいと思う。せっかく新築で作ってさ、窓が少なくて薄暗いと、断熱はしっかりしてるかもしれないけど、日中でも電気をつけたりして、人工的な光を入れなきゃいけなくなっちゃうんで、やっぱりね、太陽の光でも大事にして自然との調和を図ってほしいですね。寒いんでエアコンで済ませればいいじゃないですか。でも今時の家って断熱がしっかりしてるからエアコンいらないっていう人も多い、はいはい、そうなんですか。全然あったかいって言ってた。実際にお話したお客さんも平屋だったかな、はい、で冬場お話をしてたんだけど、もうエアコン使ってないって言ってた、ね、そうなんですか。床もレベルみたいな、はいはいはい、一番ちっちゃいやつにしててもその床の熱でエアコンいらないって言ってた、真冬に行ったのに。逆に外の植栽とかで室内に影がかかっちゃうとかってないんですか？あるある、もちろん。だからそこ配置のバランス、はい、近くに配置しすぎると当然日陰は出るよね、常緑樹、落葉樹っていうのがあると思うんだけれども、常緑樹にすると常に年中葉っぱがついてるから日陰が作っちゃうって、で落葉樹にした場合は当然ね冬場は葉っぱを落としてくれるから日が入ってくれる、はい、夏は影を作ってくれるとかね、そういった形でこういった落葉樹、常緑樹の使い分けをすることで目隠しなのか季節感を感じて景観を楽しみたいとかね、用途に合わせて使い分けもできますんで、はい、この植物の種類っていうのもこだわってほしい。外のやっぱ見え方違いますもんね。結構違うと思う、例えば春と桜とかあるじゃん。実際桜とか植えると大きくなるから手入れが大変なんだけれども、もし好きな方はねチャレンジしてみてもいいんじゃないかなと思います、はい、やっぱ大きい方がね見た目は綺麗、ただ手入れめっちゃ大変
かにそれ嫌ですね、うん、だから手入れとか考える方は植物ないっていう人も今多いけどね、うんうん、1本ぐらい入れた方が本当は綺麗なんだけれども、うん、実際に手入れ大変だと思う方も入れなくてもいいんじゃないかなとは思ってます。あ4世目無駄に広い敷地。広い敷地いいじゃないですか、うんうまく活かせればっていうところかな。地方とか広い敷地だったらすごく共感してくれる方たくさんいるかもしれないんだけど、うん、広ければ広いほど手入れが大変。当然雑草とか生えるじゃん。木もねどんどん大きくなってた時にちゃんと手入れができればいいんだけれども、うんはいはい、そこら中に植わってるわけですよ。その時一個一個剪定もしなきゃいけないし、業者に依頼すると数が多いとお金もかかっちゃう、うん、広いとその分ブロックとかフェンスとかたくさん必要な経費がかかっちゃうから、はい、無駄な出費っていうのが増えちゃうから、とにかく敷地が広いとコストがかかる。それでも敷地広い方が外語かっこよくなるイメージなんですけど、実際どうなんですか？広ければ広いとかっこいいっていうと、そこはちょっと難しい。違うんですか？なんか広い方がやりやすいとかないんですか？そういうわけでもないよ。結局庭広くてもさ、何するって言われると結局皆さん何するっていうところで、バーベキューって言ってもさ、ちょっとのスペースでいいじゃん、はい、コンパクトでもいいってことですよね。当然ね。じゃあ何するって言う、結局こう広い面積芝敷こっかとか、うんうんうん、そういった形で終わっちゃうよね。あでその芝も生かせればいいけど、ワンちゃんがいてドッグランとして使うとか、うんうん、天然芝でこう子供遊ばせるとかでもいいんだけど、うん、やっぱりそこまで広くなくてもいいよねって落ち着いちゃうから、うん、結局メンテナンスが大変になっちゃうとかお金がかかっちゃうっていうところになることですね。実際コスパのいい敷地ってどれぐらいの広さってなんかイメージありますか？あ結局ねコスパっていうともう60坪70坪とか、はい、100坪以下の方がコスパはいいイメージはある。あ結局やりたいことだけやって終えられるというか、はいはい、100坪超えてくると、はい、ここどうしようっていうスペース結構あるから、でもそこにもお金かけなきゃいけないじゃんね、はい、当然それがやっぱ無駄な出費とかコストが高くなる原因になっちゃうかな。5戦目芝の範囲。芝の範囲これ別に広くて方が良くないですか？ちょっとさっきも話しちゃったんだけど、はい、まず天然芝人工芝があるんでどっちでも該当する話なんだけど、うん、結局さっきの話でこう広くて何もイメージが湧かないからとりあえず芝敷いていこうっていう方が結構多いです、うん、やっぱりあの使い道のない芝があっても意味がないというかね、うんうん、見た目として綺麗だからっていう人もいるかもしれないけど、はい、使わなくてやっぱり芝を敷いてもお金かかっちゃうし、うん、なのでとにかくただっ広く芝をやるんじゃなくて必要な範囲だけ芝にした方が実際的な手入れとかは楽かもしれない、うん、じゃあ他のその余ったスペースどうするのっていう話になっちゃうんだけど、はい、コスト的に言うと砂利にする人が多かったりとか、コンクリ打っても雑草対策にしちゃう人もいる、うんうんうん、駐車場にも芝ってありますよね。あるね、場所によってあるある。本当に緑が好きな人は駐車場に芝引いたりもする。デザイン的な観点ですか？いろいろある。まず緑化地域っていうところで、はい、芝の面積とかで緑化面積を増やさなきゃいけないっていうケースもあれば、はい、単純に芝が好きっていう方もいる、うん、デザインでっていう人はそこまでいないかな、経験上。やっぱり手入れ大変だからさ、はい、アクセントでスリットにちょっとぐらいはよくあるけどね。あただ駐車場全部とかは少ない。6戦目狭い玄関にする。確かに狭い玄関はちょっと嫌かもしれないですね。狭い玄関普通なのよ、よくあるのよ。そうじゃなくて平屋の場合大きくした方がかっこいいよってことが言いたい。玄関って言うとどこって思うかもしれないけど、僕が言ってるのは玄関ポーチとかね、外のポーチの部分、はい、狭いのがある意味標準になってんだけど、うん、まかり通って。ただ外構で大きくすることもできるんですよ。大きく作るみたいな。広くできるんですか？できます。別に どのサイズで作るかは自由なんで、敷地に余裕もあって、うん、せっかく平屋でやれば玄関のサイズとかも大きくしてあげることによってポーチにゆとりができるから、うん、結構重厚感のエントランスが作れるのかなと思います。はい、あと広い方がさ、ベビーカーもね安心してちょっと置きながら鍵を開けたりとかすることもできるから、狭いとそのあたり難しいじゃん。確かにそうですね。老後とかもやっぱ車椅子使うってなったら広い方がいいイメージですね。うん、絶対広い方がいいよ。うん、ポーチも広くするっていうのはね、意外とメリットありますので、はい、ぜひ皆さん覚えててほしいですね。7戦目植栽の配置。これ別にどこでもいいんじゃないんですか？どこでもいいっちゃいいもちろん。ただやっぱりうまく使った方が綺麗に見えますよとか、はい、機能的にも活かせますよっていうの知らない人多いんで、はい、これ覚えててほしいです。はい、どういうことかというと、とりあえず植えるでももちろんいいんですけど、はい、そうじゃなくてポイントを絞ることによっておしゃれにも見えるし機能性も活かせますっていうところ、うん、さっきもね冒頭でちょっとお話をしたんだけど、トイレの前とかに植物を置いたら目隠しになりますよとか、はい、これもね葉っぱが落ちるタイプじゃなくて常緑樹とか使ってあげることによって目隠しにできます。見た目を良くしたい部分に関してはモミジとか季節感のある植物を入れてもらうことによって、うん、中からの見た目が綺麗にできますよっていうのもありますよね、うん、植物の配置だったりとか品種っていうのも考えることがすごく大事っていうことが言いたい、はい、あとはパッシブデザインの考え方って、パッシブデザイン、エアコンとかそういうのもいいんだけど、はい、自然の光とかも大事にしましょう、うん、太陽の光を中に入れてあげて、うん、エアコンとかで暖かくするのもいいんだけれども、うん、光とか太陽の熱とかで家も暖かくと
ね、うん、こういうふうに自然との調和、ここも大事だから。どういうことっていうと、あの落葉樹とかうまく使ってあげて、リビング前に落葉樹を入れてあげると、うん、真夏とかは葉っぱが生い茂って日陰を作ってくれるんだけれども、はい、冬とかになると落葉してくれて太陽の光を入れてあげる、うん、そうすることによって冬の寒い時期室内の温度を上げてくれたりとか、はい、自然の力を利用することができますので、エコでもあるし自然とのつながりというところも感じられますので、うん、このあたりを大事意識してほしいというところです。これはパッシブデザインと言います。ここまでいろいろ間取りの、まあ、こうしたら良くないなっていうのが分かってきたんですけど、じゃあ次平屋が、まあ、皆さん的におしゃれになるポイントってどういう間取りとか、こういうデザインとか住宅にしたらいいんじゃないとかってなんかイメージあります？なんか僕はデザイナーズマンションとかあるじゃないですか。あるね、それっぽい家とか、はいはいはい、ホテル行くの好きなんで、おそっちのテイストの家とかがいいなと思ってるんですけど、うんうん、はいはい、まず外構だけじゃなくて家全体の話をすると、はい、僕的にはやっぱさっき言った軒を大きくしてあげるっていうのが大事かなと思うんで、うん、軒を大きくしてあげて、さっき言った玄関ポーチとかも大きくするだけで、うん、結構ね重厚感っていうのはすごく出る、うん、平屋っていうのは縦にないわけよ。だから外構とかでインパクトつけてあげると結構生えやすい、うんうんうん、どういうことかというと大きい門柱にするとか、はい、さっき言った玄関ポーチも広く取るとか、はい、大きい木を入れてあげるとかするだけで一気に生える。でさっきホテルっていう話もしたけど、うん、ホテルとかもそうだけど大きい木とか入ってるじゃん。確かに背高いのありますね。あるよね、マンション関係ないけどマンションとかでもそうだけど、はい、やっぱ大きい木があるとかっこいいのよね、うん、ただまあメンテナンスは大変だけど、そういった大きい木を入れてあげるっても結構ポイントだったりはする。もしホテルっぽくしたければ階段とかも浮き階段にして、浮き階段、はい、そう間接照明とか入れてあげるとホテルっぽくなったりとか、はいはい、ウッドデッキとかじゃなくてタイルテラスとかにした方がモダンでかっこいい感じになるかも。結構そこテイストによるからだから、はいはいはい、ウッドな感じが好きな人は軒天とかもしっかりとした木目の入れてあげて、はいはい、ウッドデッキに合わせた方がウッドな、うん、ナチュラルな感じには演出できる。あ、家具とかでいうと北欧の家具とかって流行ってるじゃないですか、うん、あ、そうなの。なんかそういうのって平屋と合うのかなと思って。どうなんですか？いやだから内装次第じゃないですか。あ、内装次第、そうインテリア次第というか、うんうん、別に平屋だからとかじゃないの。あ、でも傾向として平屋を好む方ってなんか和風とか木が好きな人が多いイメージはある、はい、確かに皆さんも結構そっち派ですよね。そうだね、やっぱね、うん、ホテルライクな感じが好きな人ってマンションを好んだりとか、うん、内装もすごい白黒モノトーンで統一して大理石調とかが好きな人が多い感じがある、うんうんうん、だから外のタイルテラスも同じような大理石っぽいタイルを張ったりとか。ああ、やっぱそれ揃えた方がいいんですか？の方がつながりも出るしね。特にホテルライク好む方って庭のデザインとかもすごい意識するんだよね、はいはい、中と外のつながり感、アウトドアリビングっていうんだけれども、はい、そこのつながりを出して大きい窓を開けた時につながって見える感じとかね、演出した方がやっぱ綺麗。ホテルとかも結構今そういうの意識してるから。そうなんです、してる。だからこう中と外のつながりっていうのはすごい大事かもしれません。もっとラグジュアリーにしようと思ったらなんかつけた方がいいってあります？庭の話をすると、はい、今結構流行ってるのがおしゃれな屋根、はい、おしゃれな屋根そうそう、具体的に言うと高橋賞のホームヤードルーフとか、はい、最近ちょっとよく出るのはリクシルのテラス SC とか、はいはい、こういったね、あの昔の洗濯物を干すだけの屋根じゃなくて、うん、おしゃれな木目調とかの重厚感の屋根を庭にあえてつけてあげて、はい、そこでバーベキューができるよみたいな、うんうんうん、やっぱこれコロナの影響だと思うんだけど、コロナで結構家の需要っていうのが高まったから、そこで結構庭もしっかり作ろうみたいな、グランピングとか外の遊びに行くっていうのを家で実現しようみたいな、うんうんうん、がすごく流行って、はい、ホテルとかのおしゃれだった部分を庭に取り入れるみたいな。あ、それでいわゆるホテルライクとかラグジュアリーとか、ラグジュアリー、そう、言ってないです、言ってないですそうそうそうが出てきたのかなと。はいはいはい、ということでね、今日は最悪な間取りとおしゃれになるコツみたいな、ね、テーマでお話をさせていただきました。平屋にこだわらずちょっといろいろお話をさせてもらったので、皆さんすごくためになるんじゃないかなと思いますので、ぜひね皆さんリピートしてしっかり聞いてみてください。今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。またね、あの概要欄の方に公式 LINE のリンク貼ってあります。こちらでですね登録していただきますと、施工事例の特集だったりとか初心者の方向けのチェックシートっていうのを僕作ったんですよ。お、80ページぐらいなんでそんなにあるんですか？めちゃくちゃあるんですか？そうで、商品紹介をしていますので、はい、特集の資料と特選商品、よく出るウッドデッキとかカーポートとか、うん、そういった商品をまとめた特選商品紹介と、あと公式 LINE 登録していただいた方しか見られない限定の動画も掲載しておりますので、この5大特典をプレゼントしますので、よかったらぜひ公式 LINE 登録してみてください。他にもですね、実は結構同業者の方からね DM もたくさんいただいてまして、結構多いですよね皆さん。そうですなので同業者さん向けの公式 LINE も作って
作ったので、そこはね概要欄の方に貼ってますので、まあよろしければね同業者の方も登録してみてください。あとね結構コメントも最近いただいてるんですけど、ちゃんと僕しっかり見させてもらってますので、分かんないこととか質問あればぜひぜひコメント欄の方で教えてください。やっぱりコメント欄でね僕もね皆さんと交流できますので、すごく楽しみにしてますので、そのしっかり見てないんでね、ちょっとでもね気になることあれば全然コメント欄書いてもらって大丈夫ですよ。見られてると思わなくて大丈夫です。僕しか見てないんで大丈夫です。恥ずかしがらなくて大丈夫です、はい、コメントの方もお待ちしております。またこのチャンネルでは失敗しない後悔しないための外交作りについて情報を発信しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日もいい感じでしたね。本当ですか。皆さん最近なんかいいことありました？最近いいこと、はい、なんかおすすめの。休みの日はねでもねよくお出かけする派なんですよ、うん、おお一人で一人で行くあの独身の時は一人で行くよ。それは、まあまあまあ、子供もいますので、ね、1歳なんですけど、うん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 、娘とやっぱ遊んでるかな。で何するかっていうと、最近ねこれ本当思ったのが、はい、イオンにめちゃ行くただもうファミリー向けの層ってことですよね。イオンめちゃいい。はいはいはい。あのねやっぱちっちゃい子って暴れるし、うん、騒いじゃうから、うん、結構こうレストランとか行きたいお店も行けなくなるから、はい、イオンのフードコート最強最強めっちゃ行くイオンねめちゃ行くねとりあえず。あ、本当ですか。僕だから結構休みの日はイオンよく行って買い物、はい、夜ご飯とかの買い物とかフードコートでお昼ご飯食ったりとか僕はゴンチャが好きなんですよ。ゴンチャ好きなんですか。ゴンチャ知ってるみんな。え、あれタピオカですよ。タピオカタピオカでもねゴンチャ行くけどタピオカは飲まないね、はい、ミルゴンチャのブラックミルクティーっていうのがすごく好きで。あ、タピオカなし美味しいって言ってますよね。そう、タピオカなしで頼むタピオカがめちゃくちゃ好きで、はい、イオンにしかないから、うん、めちゃくちゃイオンに行ってゴンチャ買って子供と遊んでって感じかな、うん、普段の。いや幸せじゃないですか。ただね、YouTube が大変。